キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様、世界でチャレンジチャレンジしてますでしょうか。本日はですね、休日に仕事を一つするとというようなところでお話しさせていただきたいと思います。私のこちらの番組の方ではですね、主に、iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところでビジネスに関するお話などをさせていただいております。主に YouTube の方で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、やや専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方に専用の番組リストの URL 貼ってありますので、ね、こちらからよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズまたはアプリ作る社長で検索していただくと出てくるかと思います。ではですね、本題の、休日に仕事を一つするとというようなところでの、話なんですけど、今回ちょっとお話しするのはですね、ビジネスマインドに関するお話になってきます。健全なビジネスマインドを構築するためにも、やはり休息っていうのは、結構大事なわけなんですが、この、休息中ですよね、ここで仕事を、一つ入れてしまうとっていうようなところを、お話しさせていただきたいと思います。で、やはりですね、睡眠同様、脳にはですね、一定の期間、お休みが必要というようなところがあります。これはですね、ストレスコントロールをする上でも結構大事な、ところでもあり、一旦こう、全く別のこととか仕事とは関係ない、こと、そういった、ことを、休息ですよね、そういった期間をが結構必要であったりするようなところがありまして、で特に私のこちらの番組の方はですね、フリーランスの方とか個人開発者の方とか結構聞かれてる方多かったりするようなところもあり、結構毎日仕事づくめになってしまったりするような方もいらっしゃると思うんですね。でただですね、その中でもそのクリエイティブな仕事とか、そういった関連の、職種ですよね、はですね、やはりですね、休息は大事なんですよね。はい。で1日ぐらいはですね、その仕事について考えない、その日にち、そういうのをこう作るっていうのが結構大事でもありまして、そもそもその新しいアイディアとか、そういったクリエイティブな、仕事に関してはですね、こういった遊びをしてる時とかの方が結構いいアイディアが浮かんできたりするようなとこがあったりするんですよね。なのでその本来の仕事とは全然違うことをこうするというような、ところも結構大事であったりもします。オリンピック選手とかもですね、よくこれはこのマインドは結構取り入れたりするようなとこがあって、その競技の練習ばかりずっとやるんではなくて、たまにそれとは全く関係ないようなゲームだとかね、そういった、スマホゲームだとか、そういうのをあえてこう、間にこう入れて脳をリセットするとか、そういうような、トレーニング法とか、そういったのも結構有名であったりもしますね。はい。こういった感じでその特にですね、中でもクリエイティブで常に新しいこのね、ものをこう作り出すような仕事だとか、そういったものはこうなおさらなんですけど、この休日を特にこう大切にしなければいけないというようなところで、今回ちょっとお話しさせていただくことに、その大切な休日にですね、一つ仕事を入れちゃったりすると、どういうようなことが起きるかというようなところなんですけど、これはですね、やはりね、その休日が休日にならなくなってしまうっていうようなところがあるんですね。これは脳科学的にもこう言われているようなところでもあるんですけど、たった一つだけでもですね、やっぱね、仕事をこうしてしまうとですね、やっぱそのモードになってしまうんですよ。いわゆる仕事モードになって脳がこう変化してしまうというようなところですね。で、実は脳科学的にも結構言われているような話の一つに、人のこの判断指標っていうのはですね、実はですね、10% ほどしかこう、なく、他の 90% はほぼ無意識で判断を行っているっていうような、そんなような研究結果とかこう出ているようなところなんですけど、いわゆる
潜在意識でほぼ仕事しているようなものなんですね、人間っていうのは。なので一つですね、仕事をその日に入れてしまったりとか、休むべきタイミングにちょっとだけ仕事みたいなのを入れてしまうとですね、まあそれが種火になって、無意識のうちに脳の中で、それがこう燃え上がってしまったりするようなところがあるんですね。サーバーとかサーバー用語とかね、私のこちらの番組エンジニアの方聞かれてる方結構多いと思うんで、サーバー用語で言うとですね、頭の中でデーモンがどんどん起動していってしまうような、そんなような感じですね。それによって脳のリソースを知らぬ間にどんどん食ってしまって、動きが、かえって悪くなってしまったりするとか、そういうような、ものですね。いわゆる、なので、この休日を、ある程度こう取るっていうような時はですね、やっぱ特にね、やっぱ一番仕事のこう歪みになるのはスマホとかですよね。はい、スマホとか結構近くにあったりすると、そこがですね、無意識のうちに何かその通知とかそういったものがこう気になってしまって、どんどんそのことについてこう考えていってしまうだとか、そういったところもあるので、なのであえてね、そういった仕事 の引き金を起こすような類のものは、視野に入れないで遠ざけて、例えば机の中とかタンスの中にこうしまっておくとかね、そういうぐらいのことをした方が、真の意味で脳を、休ませるというようなことが可能になったりも、するところがあります。なのでこの辺はですね、皆様方も結構、気をつけていただければなというようなところで、今回ちょっとお話の方させていただいた次第です。休むならこうね、ドーンと休んで仕事のことは一切考えないっていうようなところ、ここが脳を休めるための、究極の秘訣にもなるようなところでもありますんでね、参考がてら、この辺りをちょっと、活用していただければと思います。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。